大相撲平成30年7月場所は、2018年7月8日から7月22日まで、愛知県名古屋市中区のドルフィンズアリーナで開かれた、大相撲本場所で、三宅海が長野県力士で、初優勝した場所ある。幕内最高優勝は、関脇、三宅海久津傘。横綱、稀勢の里はやはり左大胸筋の負傷が言えず、初日から全球。 残る2横綱だが、白鵬は、盤石の内容で初日から3連勝としたが、2日目に、支度部屋で足を滑らせて、右膝を負傷。このまま4日目から休場した。角竜も初日から3連勝としたが、4日目に勢い、5日目に、阿炎に、相次いでモロクもろくも破れると、翌6日目から、右肘関節炎のため休場した。角竜の休場により、 横綱不在となる異例の事態となってしまった。横綱不在は2006年5月場所、3横綱が全員不在となると1999年、3月場所以来約19年ぶりの事態であった。さらに、大関陣を見ると、新大関の土地の神は、初日から5連勝と、順調な滑り出しを見せたが、6日目玉足に小手投げで、破れた際に、 右足親指を負傷し、7日目から休場した。角番の高安は、初日から新勝する相撲が多く、9日目まで2敗で、優勝戦線に踏みとどまっていたが、10日目改正、11日目、一の城に連敗すると脱落。さらに10日目改正に小手投げで破れた際に腰部を、勝負病に強く打ち付けて腰を痛め、その影響で、終盤戦は制裁を欠いた。 だが、12日目全勝の三竹海を破って、角番を脱出した。角番号営道は、場所前は校長だという下馬評であったが、7日目までに3敗を喫するなど早々に、優勝争いから脱落。11日目に8勝目を挙げて、角番脱出。その後も12日目まで3敗で粘ってはいたが、13日目に、破れると4敗に交代。 優勝争いからは脱落した。結局、先週落結びの一番の9勝5敗の大関対決に勝った合栄堂が10勝5敗、高安が9勝6敗に終わった。11日目を終えて、全勝は関脇、三宅海、すでに1敗はおらず、2敗で土地王山と浅野山が追うという展開だった。翌12日目は優勝争いに大きな動きがあった。 土地王山は妙義龍に、浅野山は海星にそれぞれ破れて3敗に交代し、優勝争いは、三竹海の一人旅の様相になると見られていた。しかし、その三竹海も、高安との微妙な相撲に破れ初黒星、1敗で、三竹海、3敗で、豪栄道、豊山、土地王山、浅野山の4人が追うという展開に変わった。翌13日目。 まず土地王山豊山の参拝対決が組まれた。その相撲は豊山が土地王山を圧倒、10勝目を挙げて踏みとどまった。朝の山は校長妙義龍を寄り切りで破り、こちらも参拝を守った。そしてこの日の結びの一番は一い三竹海マイナス三敗合栄道という大一番が組まれた。三竹海が勝てば独走、合栄道が勝てば、 混戦となる一番であったが、その相撲は終始攻め続けた三竹海が豪栄道を一周、十二勝目を挙げて一敗を守った。結局、十三日目を終えて一敗で、三竹海三敗で、豊山、浅野山という展開に変わり、若手による優勝争いという様相に変わった。翌十四日目は三竹海が勝てば、優勝という展開になった。 まず3敗の浅野山が登場して、遠藤戦を迎えた。その相撲は浅野山が勝ち、優勝戦線に踏みとどまった。その8番後に勝てば、優勝となる三竹海が登場し、好調の土地王山を迎えた。そして、三竹海が土地王山を圧倒して初優勝を手中に、収めた。その後に、大関、高安戦が組まれた豊山も勝って11勝目を挙げている。 よく千秋楽は朝の山は高景章に敗れて11勝を4敗、三宅海は豊山との大熱戦に敗れて13勝2敗、豊山は12勝3敗で取り終えた。三勝は、主君賞は、初優勝を遂げた三宅海が、技能賞とのダブル受賞関東賞は大関、高安を破り、さらに千秋楽は、 三宅海との大熱戦を繰り広げるなどして12勝を挙げた豊山と最後まで優勝戦線に残り11勝を挙げた佐野山がそれぞれ受賞した。力士情報は2018年7月場所当時のもの。ありがとうございます。